で県外まで行くじゃん、ちゃんと新幹線とかで新幹線も乗るの。今年の夏どっか行く？まだ決めてないけど、海は絶対行くよね。あ、ね、近いから。私海近いから。通うよ毎日。すごい。フェス行くフェス行くフェス。出た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 。もう佐野さんイコールフェスだもんね。休みイコール。フェス行ってるわ。でも浜田さんはどうなの？私は必要以上には出たくない外に。え？必要以上に外に出ない。なんかさ、夏メイク、フェスメイク、夏フェスメイク、遊びメイク。そう、カラーメイクめっちゃイメージ。カラーメイク人間だから、私多分と言えば、結構あるじゃん。なってくれたら嬉しいんだけど。でも結構なってる、結構なってる。ほんと見たい、なんかさ、ちょっとおすすめないの？ありますよ。ちゃんと振ってくれたから嬉しいわ。芸人え、今日ちゃんとね、なんか日焼け止めアイテムとかも持ってきたんだけど、夏対策としてね。葵ちゃんに完全に乾杯すると思った、私は。もう多分半端ないと思ったから、私はちょっとカラーメイク振ってくれてめっちゃ嬉しい。でも日焼けの物件もちょっと見たいな。日焼けもね、なんか大きいって。なんか日焼け止めはこれ全身使ってるんだけど、これなんか色付きなのね、日焼け止めで。そうだから、なんか私みたいにちょっとサボりがちな人はこれつけて、ちょっとワントーンを肌の色上げつつ日焼け止め。なんかそれか、そう、体よ。あ、そう、体よ。でも顔も使えるって言われてるんだけど、でもまあ顔は私このシンフィルテっていうね、オーガニックのやつ使ってて、なんか紫外線の吸収剤とか入ってないんですよ的な、優しいやつよみたいな。で、なんかさっき佐野さんとも話したけど、なんか匂いが嫌だみたいな話したじゃん。日焼け止めの、日焼け止めの匂い。そうだから、首とかここの上半身、なんか匂いがするところとかは、このね、ウェルダのね、日焼け止めが結構柑橘系の匂いがするの、これ。そうだから、これ結構意外と知らなかった、それ。そうね。で、私はなんか対策ができてなくて、結局焼けちゃった、やっちゃった的な人間だから、今日やってしまったみたいな。帰ってやってしまったって。そう、やってしまったの人間だから。一番でやってしまった後に聞いたのは SK2 のパック。へぇ、高級高級。やったり1万円で1000円とかするんだけど、でもこれはね、ほんとね、赤みすぐ引いたし。へぇ、そう、残らなかった。鎮静してくれる感じ。そうまあ、でも私のまあ日焼けはね、ちょっと多分ね、みんなには負けるので、ここら辺で置いといて、カラーメイクに行きたいんですけど、はい、あそこの中に行きたかった。そう、私がね、めちゃめちゃ、あ、しまうの？そうなんですよ。あ、そこに入れてたの？やだやだやだ。そこのためにさ、ちゃんとボックス入れといてるんですよ。こういうことが起きちゃうんですよ。あ、そこに入れ、今これしまうじゃん。今しまわなくてもいいじゃないの。そこから出てる。そう、こういうのね、ほんと私散らかしちゃうからね。びっくりしたんだけど今。そう、適当な何かが入ってた箱に入れて持ち歩くの。でもそれいい。そう、あ、日常的なこと？日常的なこと。あ、急に今やったわけじゃなくて。あ、じゃないちょうどたまたまあったから。あ、じゃない。そうそう。え、でも本当ね、メイクボックスの中とかもこういう箱、こうやってなんかこれへんこうやってペペペペって折り曲げといて、アイライナーぶっこう刺して隠しまうとか使えるんですよ、意外と。じゃあカラーメイクの方に。はい、全然違う話になってしまいましたが、そう、カラーメイクでなんか、これね、めっちゃ可愛いの。全部ね、メイカーフォーエバーで、これベースなんだけど、アイシャドウとリップにも使えるベース、うん、で、これかなりよれなくなるんだけど、まあこれは、まあ、よれないシリーズで、これね、アイシャドウなんだけど、かかる色やばくない？やば、発色いい。で、これが、え、めっちゃ可愛い。やばいです。やばいです。やばいです。メイクの話この前さ、この前、そうそう、アイライナーにさ、二重で重ねてさ、カラーをね、こう可愛いって話してたじゃん。なんかそういう風にアイライナーにこう綿棒とかでそれこそこう重ねて二重ライナーにしても可愛いし、私は結構ガッツリ見ちゃうからなんだけど、ね、でもそれがアイちゃんの顔だと入るからね、羨ましい。いやちゃんとね、アイライナーとかもこういうめっちゃ可愛いでしょ。そう、こんなに色で遊べるブランドあんまりないから、確かに。そう、メイクアップエヴァめっちゃ好きなんだけど、でこれでまたさらに嬉しいのが、色で楽しむだけじゃなくてウォータープルーフなの、完全に。そう、フェスとかってさ、水浴びたりとか何かいろいろあるじゃん。汗かくしね。そうだからそれにめちゃめちゃ強いし、これだけ色楽しめるのはめちゃめちゃいいなっていう、ちょっと他の色見に行きたい。そう、
いろいろね空張りもあったから そこしまうしまうちゃんとじゃあ次、はい、佐野さん、はい、私めんどくさが嫌なんですよ。はい、してます。なんで？でまずそのさっき言ったみたいに日焼けの匂いが嫌い、うん、ね、それはめっちゃわかる。で、あのベタベタしてる質感も嫌い、ね、できないね。最近あとね、手に匂いのやつが出てるの。それ持ってる。これそう、エトモス先生にもらったんですけど、うん、エトモスで、うん、このね、あのハーブ、エトモスね、エトモスで、ね、エトモスって言っちゃった。ラベンダーとゼラニウムの香りがするね。それいいよね。それ嗅ぎたい。いいよ、嗅ぎたい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 でしょ。あ、本当だ。すっきりした。しかもね、これ虫が嫌な匂いだけど、人にはいい匂いなの。じゃあ虫寄ってこないの？そう。素晴らしい。知らなかったの？知らないで使ってたの？一石二鳥やってた。そうだ、エトマスの日焼け止めは虫よけプラス日焼け止めだから。マジか。そうなんです。しかもこれ夏出たやつ。そう、限定のやつ。毎年限定のやつ。夏虫いるしってことでこうなってんの？そう。素晴らしい。深いね。奥深いわ。あとは、うん、その3つは何？これパケット、かわいいじゃん。パケット？うんね、3つ買ったの？パケ買い？全部？え、セット？ババーン、セットかと思ったまさかの単品で全部買ったっていう。匂いが違ったの？え、全部日焼け止めだけど、匂いが違うの。だから全部買ったの？それ全部使い切るほどの体あるの？多分3年後も佐野さんこれ持ってるよ。それ使えないよ、もう。黄色まだ残ってんのだから、でもいい匂いだと使う気になるじゃん。あとさ、見た目が変わる。どれぐらいいい匂い？いいよ、ほら、まあ、女子見た目大事だよね。そうそう、だから見た目大事だから。あ、いい匂い、いい匂い。カバンから出して可愛いっていうのはね、カバンから出して可愛いと女子めっちゃポイント高いんだよ。ポイント高いでしょ。スヌーピー？よしよし、これいいね。え、これあんま好きじゃない。出た出た出た、葵ちゃん切り。ラベンダーだ。なんでもこれがいい。ゼラニウムって何？そうそう、あ、これもゼラニウムじゃない？これも虫来ないんじゃない？そう、虫来ない。ゼラニウムが虫来ないか分かんないよ。虫来ないんじゃない？あんま関係ないよね、逆の目に。いや、めっちゃ面白い。でもこれちょっと今の話の中で聞いたよ。え、これポイント高いよ。ポイント高いわ。高いよ。でもこれは見て減ってないでしょ。めっちゃ面白い。見上げてください。飲んでる。だけ今ね、ちょっと止まったよ。大丈夫だった？飲んでる。みたいな。飲む日焼け止めになるんですよ。えらい。私そんなの飲んでないよ。高いんだけど。いくらぐらいするの？マジか。まあ、あのそう、これはでも飲む日焼け止めで、ちゃんとクリニックに置いてあるやつ。あ、そうだ、安心だね。でも効いてるか効いてないかは、正直飲んでるもので、なんか分かんないんだけど。そうだよ。確かにプロテクトされてるよみたいな。そうそうそう、だから私はこれで日焼けをしないと思ってでもそれ飲むだけじゃダメだよ、塗らないと。え、そうだよ。え、それ併用するんだよ。え、飲んだら飲んだだけじゃダメだよ、塗らないと。 え両方しないといけない。え、知らなかったの？でももうさ、今の企画全部潰れてるから大丈夫。今こんだけ並べてるけどさ、全部潰されてるも大丈夫かな。え、だから両、え、違う両方併用し、塗るのと飲むの両方やらないといけないですよっていう話。あ、それじゃない、 100% にはならない。そうだから飲むのだけだと多分 100% ではないよっていう話。あー、佐野さんダメですね。佐野さん大丈夫。起死回生のもう一つ顔だけはちゃんとやってる。でも一番佐野さん頑張ってるとこで、そう、顔だけはやってる、うん、でもわざわざ日焼け止め塗るのめんどくさいから、うん、SPF の高い、うん、味？下地を使ってる。本当は50。この2つね。ランコもやっぱいいんだ。これね、焼けない。いやー、本当に？本当に焼けないよ。え、ランコもすごいみんな使うよね。これね、フェスの時とか、普段でやると、ちょっと強いかなっていうぐらい。うん。なんで、そういう時はこっち。日常はまあベースマン。あ、そうなんだ。外にいっぱいいる日はランコ。あ、そうなんだ。使い分けてんだ。飲んでる。だから顔だけ焼けない。だからこの日焼けたのかもしれない。これだけで 100% じゃないらしいです。でもさ、全部白いじゃん。はい、そうだから葵ちゃん、葵ちゃんね、この人ね、もうやばいよ絶対。すいませんって感じだったもん、自分の紹介してもらって。じゃあ一回物出す。出して。日焼け止めのものとしては、これがフーミーの UV クッションで、なんかメイク直しにも使えるし、なんか顔って日焼け止め塗り直し無理じゃない？メイクしてるから。でもその上からでもこれは使えますってやつ。なんかめっちゃ粉で仕上げたらダメだけど、ほぼリキッドとかで仕上げたらこれはメイクの上からのせられる。あ、そうなんだ。そう。
で、日焼け止めサンサンとお揃いのエトコス。一緒だね。そう。でもこれさ、ちょっとベタベタするじゃない？ちょっと。ちょっとするんだ。そう、なんかやっぱ優しいから、ベタベタするから、その上からエトコスの UV パウダー。そう、日焼け止めボディパウダー。パウダーもあるんだ。そう、だからこれを塗った上に、これを塗ります。で、スプレーはなんかこの、はい、なんだっけ、そう、ヘアケアのブランドから出てるスプレーで、髪の毛にも顔っていうか全身そう使えるやつで、で私もヘアケア止めの匂いが嫌いで、だから匂いはこれしかしない、ぶっちゃけこれ匂いしないスプレー。あ、無臭なんだ。そう、無臭で、そう、あるけど、なんかこれとこれをダブルで使った時になんか匂いが混ざるの嫌だなって思って、あ、それでこっち無臭。そう、だからクリアにして、そう、こっちだけ匂いがする。で、あとサングラスするでしょ、外出る時は。で、あとは帽子かぶるでしょ。これはユニクロだけど UV カットのカーディガンね。あとパーカーを持ってる。で、あと一番ガチなやつは高い日焼け止め、日焼け止めじゃない、日傘日傘、もう日焼け止めだよね、間違えた、日傘。なんかこれ多分遮光 100% のやつで、そう、なんか2000円ぐらいのやつって多分 80% とかぐらいじゃない、その 20% も許さないみたいな。そう、 20% も許さないためにちょっと今年奮発しまして、サンバリア100っていう、なんかちょっと素材がね、普通じゃないのよこれ。触ってもわかんない、うちらが。あ、触ったらわかる。触りたい。こんな感じ、なんかビニールみたいなの。もう違うよ、もう傘じゃないもんこれ、ね、マジ。あ、すごいな、やばくない。じゃあちょっと行ってくる。この格好葵の、葵ちゃん、え、てか待って、でも可愛いんだけど。可愛い。でも結構やばくない。いや、なんかスパイみたいな。でもぶっちゃけ、まあ、日傘と帽子はダブルじゃなくてもいいかもしれないけど、でもとりあえず、でもなんか前髪が長いからここが守れないのよ。ここがね、ここが焼きやすいのよ、前髪が長いから。わかる、この気持ち。ここ、生え際の際。だから、ここをこうやって帽子で守らないと焼けるのよ。そう、ここの、ここの距離ね。でも私のフル装備これだからさ、こういう人が歩いてたらもう確実に私。そうなんだよ、やばいね。すごく目立つ。もう 100m 先から葵ちゃんじゃない。葵ちゃんあ、いた、あのフル装備の人ってなるかもしれない。そう、もうだからあのこの日傘はぜひおすすめです。やばい、本当中がすごいね。そう、もう超畳みづらいんだけどこれ。すごいわ。でもこれからね、一番いいよ。でも説得力がある、すごい。そう、でも毎年バージョンアップしてるの。これは今年買ったし、まあなんか長く使おうと思って。でもちょっと言っていい、ちょっと一緒に歩きたくなる、この感じ。ちょっと、まあ、何か、いや、ちょっと、でも一人の時はもう完全にこれだからさ。まあ別にいいんだよ、なんかちょっとあの人やばいなって思われながら歩いてるから普通に。あ、そう、うん、そうか。